時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間がやってまいりました。皆さん大変お待たせいたしました。入山明子さんです。拍手が出てますね。入山明子です。また今日も楽しみにやってきました。よろしくお願いいたします。今日はですね、山口県のお話もたっぷりお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。観光大使もされてるからね。そうなんですよ。観光大使なさってるんですよね。そうなんですね。ふるさと交流大使という美祢市。私のふるさとなんですけど、ミネって呼ぶんですね。なるほど、宮って書いてミネって呼ぶんですね。ミネ市というところ、そして県の方でも山口ふるさと大使というのをいただいて、だから山口自慢しなくちゃいけませんね。そうですね。長州じゃない、長州。そうなんですよ。長州です。山口県のね自慢をちょっとしましょうよ。秋吉堂ってね、山口県すごい涼しいって聞いて、涼しいんです。夏場はすごいおすすめで。道内が17度なんですよ。寒いくらいですね。年中17度なので、そして湿度が高いのでお肌も乾燥しないし、しっとりするし、中は涼しいし、いくら歩いても汗が出ないと。汗かかない。汗かかない。涼しいんです。涼しいんですね。冬はというとどうかというと、冬は今度は暖かいんです。年中17度ですので、で観光も今でももう年間50万人くらいの方が来ていただけるそうなんですけれども、住んでる美祢市民は28,000人ぐらいなんです。28,000人。そうなんです。それのもうね倍以上の方がこう訪れてくださる観光地ということで、やっぱり自然がすごくもう見るとあーっていうもう声を上げるぐらい。すごい、いつも私も感激しますね。ちっちゃい頃ですね、山口県の方でお育てになった時なってらっしゃるんですが、お母様がよく作ってくださったお料理があるってお聞きしてました。そうなんですよ。もう今でも帰るとそれを用意して待ってきてくれるんですけど、県庁、山口県庁。私もそう思ったのよ。あれ、県庁のね、大根と豆腐を使ってこう煮込んだだけの本当に素朴な料理なんですけど、大根とお豆腐、味はどんな味？これはね、だしと醤油と塩と、はい、でちょっと甘みもあるんで、多分みりんが入ってるんじゃないかなと思うんですけどね。県庁、はい。県庁、山口県庁じゃなくてね、県庁じゃなくて県庁、県庁ってなんですよ。そして私がふか大好き。サメ、シャーク。こっちのね関東に来て一度も目にしたことがなくって、スーパーに買い物に行ってもないんだよっていう話をすると、帰るたびにふかを用意して待っててくれるようになって、味噌で煮るのかな、酢味噌をつけてもうそのまま味噌でね食べてましたね。そうですね、味噌で食べますね。でも山口っていうとフグが有名ですよね。解禁になったのが山口が発祥ということで、すごく料理人の方もフグ料理が得意な方が山口県に多いっていうので、もう本当にフグで有名になったんですけれども、何かの高級食材ですね。そうですね。お客様と一緒にじゃあ何か食べようかという時にフグをおすすめしたりとかしてますね。唐揚げも美味しいし、唐揚げもね高級なイメージありますね。今はね。でも結構関東で食べるとすごい綺麗に薄くなってるんですけど、山口で食べるとちょっと熱いです。そうですね。私たちも県庁、これです郷土料理県庁、大根とお豆腐と人参ですね。人参が入ってる。人参が美味しそう。鍋いっぱい作ってで、田舎ですからもうご近所さん、近所って言っても山一つちょっと離れてたりするんで、隣の家に持って行って代わりに何か違うおかずをもらって、山口県の郷土料理県庁、そう県庁、これねもう大好きなんです。すごい一つ勉強になった。見えますか？見えないか、見えないか。綺麗にね盛り付けてる。すごいですね。ぜひ食べてみたいね。そうなんです。郷土料理癖になるというか、なんか食べたくなる味なんですよね。やっぱりそういうのが母の味とかふるさとの味なんですよね。ふるさと自慢だよ。そうですね。冷蔵庫に常に何の肉でしたっけ入ってるよってあるんです。今のこの夏も山口に帰ったらお姉さんあれ食べるかねって言って出てくるのがイノシシイノシシの肉がね冷凍庫にいつも常備してあるんですよ。それでね焼肉にしたり、あとは煮たり。焼肉をするんですか？そうなんです。イノシシの肉はバーベキューによくって、そうですね。いっぱいいるのイノシシ。イノシシがたくさん出てくるんですよ。出てくるの。裏山から。タヌキとかタヌキもキツネも出てきますでしょ。猿も出てくるし、猿も出てきてね。猿はね本当に端っこくってかぼちゃとかが、明日か明後日取れるなって大きくなってきますでしょ。かぼちゃ、この間の夏、もう猿が取っていっちゃった。収穫旬の時期知ってるんだよね。知ってるんですよちゃんとね。私も山の中にいるからよくわかります。人よりもタヌキの数の方が多いんじゃないかっていうね、よくそんな笑い話をする。メッセージ等もねたくさんいただいてますのでね、一曲聞いていただきましょう。その後にねご紹介をしたいと思います。じゃあ入山紀子さんご紹介していただけますか。はい、はい、前作です。こちらも新しいふるさとになりました。和歌山市加田の港から淡路島を望む歌です。紀淡海峡お聴きください。入山紀子さんで紀淡海峡を聴いていただきました。スタジオの中でね歌ってくださって、もう皆さんがねもう写真をパチパチパチと、嬉しいですね。一緒に応援してくださったり、そうですね。写真を撮ってくださったりですよね。価値が上がるようにしっかり頑張ります。嬉しいですね。ご期待にお答えして。そうですね。今後のですね、入山紀子さんのですね、ぜひ抱負をお聞かせいただければなと思います。そうですね。今まだ全国で伺ったことのないところもあるんですけれども、まずは全国どこでも行ってふるさとを増やしたいなと思ってます。いいですね。ふるさとを増やしていいです。ふるさとって一つで。ね、一つじゃないですよね。生まれ故郷はまあ一つ大事にするんですけれども、でもやっぱりこう伺うたびにここはやっぱり第二のふるさとだって言えるところがどんどん増えてきてるんですね。だからもうそういった感じでどこに行ってもみんなこう触れ合える、そんな歌手になりたいなと思います。素晴らしいですね。元気づけてやってね、みんなが元気になるように、歌はいいですから、もう私もいつも歌のおかげで元気なんです。ね、まあお会いするたびにですね、なんかすごく綺麗になっていってますよね。なんかいいことあったんじゃないですか。ミサヨさん今日来るのが楽しみで化粧しっかりしてきます。バランスがいいんですよ今、心と体と。本当でもそうですね。はい、でこうふるさと自慢、味自慢の推薦曲。になりますね。この曲をご紹介いただけますか。はい、女性の笑顔の裏に隠された悲しみ、寂しさを表現させていただいております。新曲です。女涙酒。